こちらでは鬼滅の刃の泣ける感動シーンをランキング形式で紹介したいと思います。それではまず、ランキング10位からの発表です。ランキング10位は、炭治郎の夢のシーンです。炎武の血鬼術により、家族と幸せに暮らす夢を見る炭治郎ですが、敵の攻撃であると気づきます。そして、夢の中であると分かっていても、ずっとここにいたいな、と思う炭治郎でしたが、必死にこらえ、家族の元から走り去っていきます。そして、走り出す炭治郎に向かって、六太が、お兄ちゃん置いていかないでと叫ぶのでした。六太のシーンで、それまで溜まっていた涙が一気にこぼれ落ちました。ランキング9位は、より一の涙です。無惨を仕留め損ねた上に、玉代まで逃してしまい、さらに、兄の道勝も鬼になってしまったことで、鬼狩りを追放されてしまったより一。疲れ果てたより一が訪れたのは、かつて命を救った住吉と素子のもとでした。より一は、これまでの経緯を話し、最後に、何の価値もない男なのだと自分を卑下します。しばらくの沈黙の後、住吉の娘のすみれに抱っこをせがまれるより一。すみれを抱き上げると、無邪気な笑顔を見せるのでした。その笑みを見たより一は、思わず涙が溢れるのでした。人外な強さを誇るより一ですが、人間的な弱さや優しさが垣間見えた姿に読んでいる側もほろりと来てしまいます。ランキング8位は、炭治郎を切れない伊之助です。無惨が死の間際、自身の生命を炭治郎に注ぎ込んだことで鬼と化してしまい、周囲の人間を無差別に襲うようになってしまいます。そして伊之助は、誰かが道を外したら、みんなで止めようというかつての約束通り、鬼になった炭治郎を止めようとするのでした。まさに切りかかろうとする刹那、優しい炭治郎の姿が思い起こされ、切れねえ、ダメだ、できねえと、伊之助は涙を流すのでした。かつては、いきなり炭治郎に切りかかってきた伊之助が、ここまで仲間思いになったことに心打たれてしまいますね。ランキング7位は、ラストシーンの言葉です。生まれてくることができて幸福でしたという言葉から始まる最終話のラストシーン。読んでいた当時は、言葉一つ一つが胸にじんとくるのはもちろん、鬼滅の刃が、本当にこれで終わってしまうんだという寂しさもあり、ポロポロと涙が出ましたね。誰が語った言葉なのかと考察されていますが、個人的には死んでしまったキャラたちが生き残った仲間に送った相違の言葉だと受け取りました。ランキング6位は、時透の最後です。上弦の一との戦闘で死傷した時透無一郎は、死んだ双子の兄である雄一郎と再会します。しかし雄一郎は、無一郎の死を受け入れられずにいるのでした。それでも無一郎は、自分は幸せな時間を過ごし、仲間のために自分が死んだことに後悔はないと言い切ります。鬼に襲われて息絶える時でさえ、無一郎が助かることを願っていた雄一郎。そんな雄一郎が、無一郎に死なないで欲しかったと言い、抱きしめ合うのでした。他に時透の泣ける回としては、雄一郎の亡くなる118話と玉子を倒し、家族が描写される122話が挙げられますね。ランキング5位は、品津川玄弥の最後です。時透と同じく、上弦の一との戦闘で死傷した玄弥は、息も絶え絶えに、幼い頃に、実美が鬼となった母を殺したことを責めてしまったことを謝るのでした。そして死なないでくれという実美の願いも虚しく、ありがとう、兄ちゃんと言い残し、玄弥の体は崩れ落ちてしまうのでした。鬼滅の刃で、最も気丈に振る舞っていた実美が、狼狽し大泣きしている姿は、読んでいて胸が痛くなってしまいました。ランキング4位は、釜尾の涙です。忍の毒で弱った道馬を、伊之助との連携で倒した釜尾。そして、亡き忍の耳飾りを探しながら、カナエが死んだ時に自分だけ泣くことができなかったことを謝ります。そして、忍の耳飾りを見つけたカナオは、
忍とカナエの存在を感じ取り、思いっきり涙するのでした。カナオの大粒の涙が目に映った瞬間に、こちらも泣かずにはいられませんでした。また鬼滅の中でも、その美しさから、個人的に最も好きな見開きがこちらです。ランキング3位は、イグロと甘露寺の最後です。無惨が死亡した後、甘露寺はイグロの腕の中で目を覚まします。そして二人は、自分たちがもうすぐ死ぬことを悟るのでした。自分があまり役に立てなかったことを詫びる甘露寺ですが、イグロは、甘露寺には多くの人が救われ、また、自分もその一人だと感謝します。そして、また人間に生まれ変われたら結婚することを約束し、息絶えるのでした。現代では、二人は夫婦で定食屋をやっており、願いが報われました。ランキング2位は、赤座の最後です。炭治郎に首を切られるも、体の崩壊に抗う赤座。しかし、赤座の婚約者だった小雪が突如として現れ、赤座を止めようとします。そして、病弱だった父を看病したことや、桂蔵と小雪との記憶が蘇る赤座。すべてを思い出した赤座は、小雪の腕の中で泣き崩れるのでした。自分が小雪を守れなかったことを詫びますが、小雪はそんな赤座を、お帰りなさい、あなたと迎え入れ、その後、赤座の体は崩れ落ちるのでした。ちなみに、他に鬼たちの泣けるシーンとしては、手鬼の最後や、ルイが家族のことを思い出すシーンが挙げられますね。また、善逸の泣けるシーンとしては、146話の、海賊を倒した後に、三途の川でおじいちゃんと再会するシーンが挙げられますね。それでは、鬼滅の刃で最も泣けたシーンの発表です。ランキング1位は、煉獄の最後です。赤座との戦いで致命傷を受け、最後に炭治郎たちに思いを託す煉獄。そして眼前に、亡き母の姿が現れるのでした。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたかと問いかけると、立派にできましたよと答える母。それを聞いた煉獄は、笑みを浮かべながら行くのでした。また、漫画では描写されなかったのですが、映画では、煉獄の死にカラスも涙するシーンがあり、個人的に追い打ちをかけるように泣けました。ということで、鬼滅の刃の泣ける感動シーンランキングでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。